こんにちは、セイス。今回は私がオンラインでスピーキングの試験を受けてみるという企画をやっていこうと思います。ということで、スピーキングの試験、今回受けるのはオンライン英会話キャンブリーさんが提供している無料のスピーキングの診断テスト、これを受けていこうと思います。最近キャンブリーさんはいろんなリブランディングをしていて、文法のクイズとか、それから発音のチェック機能とかですね、いろんな無料で使えるサービスというのが増えてきてるんですけれども、その中で私は一番気になったのがこのスピーキングの試験で、実際にオンラインで私は話しているものを評価してくれ、その場で評価してスコアリングしてくれるというテストになっています。で、こちら詳しいことはですね、概要欄に貼っておきますが、無料なのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。スコアリングに関しては語彙、文法、それから一貫性という3つの項目で皆さんのスコアを評価してくれるというものみたいです。で、私最近ですね、あんまり試験は受けてないんですけれども、この前ちょっと腕試しにバーさんとの試験を受けて一応満点だったんですが、キャンブリーの試験は結構厳しめのフィードバックをもらうっていうふうに聞いたことがあるので、果たして自分は満点取れるのか、そもそも、ね、どんなフィードバックをもらえるのかっていうところに興味があるので、こちら動画にしてみようと思います。で、今回は私が試験を受けている様子を全て公開していきますので、もしこれから試験を受けたい、ただ形式とかそういったことについてはネタバレしたくないという方は、自分で今スマホやパソコンでこの試験を受けてみて、で、それから私のこの動画の続きを見て比較してみたりするのもですね、いいんじゃないかなというふうに思います。それでは、ちょっと緊張していますが、早速やっていこうと思います。ということで、若干緊張してます、ね、特にこれが動画になるっていうのを考えると、ミスできないなっていう感じでちょっと緊張してるんですけれども、リラックスして気軽に受けてくださいと、声に出して話してもらうことが目的ですというふうに書いてるので、できる限りリラックスして話そうかなっていうふうに思います。内容としてはいくつかの質問に英語で回答、回答に対してリアルタイムでフィードバック、そして現在のスピーキングレベルを診断ということで、質問に答えるっていうことですよね、英語で。で、リアルタイムでフィードバックが来て、で、最終的にスコアが出るという流れということです。はい、では次へ。英語を話す準備はいいですか？いきなり3から5分。安定したインターネット環境 OK です。多分大丈夫です。スピーキングクイズは一度しか受けられません。自信を持って臨みましょう。では、やりますか。Describe my favorite place。あ、これ準備はいくらでもできるんですね。なるほど。ちょっと適当に喋ってみますか。One of my favorite places to visit is Patricia, which is in the city of Melbourne, where I used to work. And I really love their vibe because it's in the heart of the central business district, and it's got a lot of people coming from all different sorts of companies, backgrounds and industries. And I really like hearing people chatting about all different sorts of topics. And I really enjoy the vibe created by that.And also, I really enjoy their coffee as well. Of course, they roast their own coffee, and the acidity, aroma, and fruitiness, they are perfectly balanced. So that's why I really like to visit the place. こんな感じですかね。あ、ちょっと緊張したね。もう始まっちゃったし、押したらすぐに。あ、はい。で、とかもちょっと transcribe されるから少し恥ずかしいですね。で、あ、もう一回受けようと思えば受けれるんですかね。それちょっとずるいからこのまま行くか。で、フィードバックなんですけれども、フィードバックはお役に立ちましたかとか日本語なんですが、他は英語になってますね。まあ私のチャンネルは英語チャンネルなんで、皆さん英語わかりますかね。大丈夫ですよね。多分パソコンが日本語の設定だったら日本語で出ると思うんですけど、私は英語設定なので、英語で出たのかなというふうに思います。ブラウザの設定なんですかね。Grammar accuracy だと、文法の正確性、それから comprehensiveness、理解しやすさ、coherence、一貫性、こういうふうに訳していいんですかね。で、グラマーに関しては、use of grammar is very strong、すごい文法強いですと。With only a few minor errors。マイナーエラーがあるんですね。なんかそれがショックですね。はい、で、You effectively communicate your ideas with clarity and precision、合ってますね。なので、明確さ、正確さ、
伴っていると。And your use of verb tenses, subject-verb agreement, and non-article agreements is accurate throughout the response. 全体的に高評価ですかね。ただ、minor errors っていうのがどこにあったのかちょっと気になりますね。ちょっとショック。はい。で、comprehensiveness は、You've provided a comprehensive description of your favorite place to visit, including its location, vibe, the people, and the coffee. すごい。ちゃんと聞いてるんですね、内容ね。で、It's great that you explained why you enjoy visiting the place. なぜそこに行くのが好きかっていうのを説明したのがよかったと。To make your answer even better, なんでしょう。Consider adding more sensory details about the place and using a wider range of vocabulary. ボキャ品なんですかね。私はちょっと。Use a wider range of vocabulary. 結構使ったと思うんですけどね。ダメかな。Which is in the city of Melbourne where I used to work. まあ、簡単な単語ばっかり使っちゃったかもしれないですね。正直、vibe ぐらいしかディスティンクションワードも入ってないし、まあ、最後の方とか結構適当に言っちゃったんで、例えば、coffee is the gold standard とかね、そういうふうに言えたらもしかしたらよかったかもしれないですね。確かにね、もうちょっとね、いけたらよかったかもしれない。次、coherence。It would be helpful to have a clear conclusion. 確かに、コンクルージョンはなかったかもしれない。で、wrap up the description。wrap up っていうのは終えるっていう意味ですね。これ、distinctionの。フレーズですね。The ideas could be organized more logically. ロジカルじゃないと。To improve the overall structure and make the sequence of information clearer. なるほどね。情報の順番をもっとクリアにした方がいい。厳しいな。厳しいよ、これ。だって、ねえ、ほとんど準備しないで。もっと準備していいんだったらあれだけど、準備しないで結構頑張った方だと思うんだけどな。まずだから言われたこととしてはちょっとまとめると、マイナーエラーがあると。でそれからこれね、ボキャ品ですと。そして、ロジカルじゃないと。もう最悪じゃないですかね。結構厳しいですね。厳しいね。皆さんもどんなフィードバックが来たかっていうのを教えてください。結構ね、結構厳しいですね。はい、じゃあ次行きましょう。 What kinds of exercise do you like? Do you enjoy exercising?なるほど。Okay. I enjoy exercising and I do hit the gym quite regularly nowadays, probably twice or three times a week, because not only does it help me relieve stress, but also it does help me, you know, ramp up my work productivity, and I really find it to be a fascinating experience. But sometimes when I'm running on a treadmill, I feel like I'm a hamster on a wheel and so I often try to engage myself in sports as well, such as soccer and futsal, because I used to belong to a soccer club and I'm such a big fan of soccer. So, and having the right balance is really a good way to switch things up, and I really enjoy exercising overall. 最後ちょっと微妙だったかな。ちょっとなんか適当なこと言っちゃったかな。はい、では行きますか。確定で頼む。どうでしょう。あ、なんかさっきと違う評価項目来ましたね。Comprehensiveness, relevancy, grammar range ということで、thorough response that fully addresses the question by detailing the types of exercise you do and expressing your enjoyment of exercise. Overall, your answer is detailed and covers all aspects.Of the questions. やった。これめちゃくちゃいいじゃないですか。何も悪いこと言ってない。はい、もう全てのクエスチョンのアスペクトをカバーしましたと。素晴らしい。あらららら、嬉しいな。じゃあ次、relevancy. Sharing the types of exercise you enjoy and why. はい。It's great to see that you have a varied exercise routine, including engaging in sports like soccer and footstool. もしかしてフットストールって言ったよね。私言いましたよね。フットストゥール、なんだそれ。あれ、発音悪かったかな。フットストールあれフットサルってフットソールですよね。合ってる発音。
フットストゥールになっちゃったんだけど、しかもこの人フットストゥールでまあよしとしてるかまあいいけど、 Keep up the good work、 ありがとうございます。でもフットストゥールっていう間違いをしてますよっていうことをここでちょっとインダイレクトにほのめかされちゃってますね。あれちょっと発音がこれダメだったかもしれないですね。申し訳ない。はい、で、次は Grammar Range で、You have shown an impressive range of grammar in your responseYou effectively use both basic and complex grammar structures, including a variety of verb tenses, gerunds and complex sentences, while your use of conditional sentences and noun phrases could be improved for more accuracy. Overall, your grammar range is sufficient for the topic. ということで、conditional sentences、まあ、if とかを使った文ですかね。それから noun phrases をCould be improved. もうちょっと improve できたと。なるほど。何か言われますね、必ず。なるほど。まあ私もね、パーフェクトではないんで、っていうところですかね。はい。でも1回目よりはちょっと傷が浅いですかね。じゃあ次、最後。いきますか。ちょっと慣れてきましたね。はい。次の質問いきましょう。ポチ。Do you like to take public transportation?Public transport のことですね。Why or why not? Do you like to take public transportation? Why or why not? そうですね。ちょっとやってみましょう。To be honest, I'm not a big fan of public transport for several reasons. So, first of all, generally, I don't really like crowded spaces.You know, I don't really like the feeling of, you know, being packed in one tiny place, feeling like a sardine. It's not really a great experience to me. And also, of course, you know, public transport is something that anyone can use. So it can get quite chaotic sometimes. Like I've seen people arguing on the train or, you know, sleeping on the floor of the train andIt was kind of like, you know, far from pleasant. I really didn't enjoy that, and that's why I'm not a big fan. 時間足りない。時間足りない。最後は、本当は言いたかったのは、なんかその、別にパブリックトランスポートを否定しすぎちゃったから、だからそのパブリックトランスポートは convenient. Now, while it's, I find it to be very convenient, I'm not a big fan of public transport, to be honest. みたいな感じでこう、なんて言うんですかね。ちょっといいところも触れつつも最後終わりたかったんですけれども、ちょっとそれができなかったですかね。はい、確定。ちなみに、I'm a big fan of, この fan of はこれよく使いますよね。で、distinction でも、入ってる表現ですかね。お、coherence, vocabulary accuracy, grammar range。変わるんですよね、この評価項目が。面白いですね。Effectively organize your answer and provide clear reasons for not liking public transportation. すいません。Supported by specific examples. Your conclusion nicely summarizes your points. Well done. はい。おお、いいじゃないですか。Now, you have a strong vocabulary and express yourself effectively. Your use of descriptive language vividly conveys your experiences with public transportation. Keep up the great work.いいよ。最後言ってくるんだよな。You have a good grasp of grammar and effectively use a variety of grammar structures such as complex sentences, gerunds and noun phrases to express your thoughts on public transportation. Keep it up. おお、初めて全部ポジティブですね。まあ皆さんもぜひフィードバックどんな感じだったか教えてください。では終了していいんですよね。終了しましょう。上級文法語彙一貫性5分の5ということで、厚英語さん、はい、厚英語さんになってますが、お疲れ様でした。ということで上級でした。無事全部5分の5でした。はい、これどうなんですかね。結構ね、やっぱり厳しいこと最初言われてたんで、若干これ5分の5出ないんじゃないかなっていうか、そのマックスのねスコアが出ないんじゃないかって思ってたんですけど、ちゃんと出ましたね。よかったです。ということで上級でした。皆さんはどうでしたか。ぜひ TOEIC の点数とか他の資格試験の点数と合わせて自分の結果も
あのコメント欄にですね書いていただけると皆さんの参考になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひお願いします。私も興味あります。はい、ということで今回はオンライン英会話キャンブリーさんのスピーキングの診断テストですね、私受けてみたんですけれども、結構厳しめのフィードバックもらいましたが、無事点数は満点でした。先ほども皆さんにお伝えしたように、ぜひですね皆さんのスコア、自分の今の英語力も一緒にですねコメント欄に書いていただけるといい指標になるんじゃないかなと思いますので、ぜひたくさんコメント欄に投稿してみてください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。